どうもこんにちは、溝井剛です。今回はですね、ニューロ光の ONU Wi-Fi ルーターについてね、お話をしていきたいなと思います。おそらくね、ニューロ光をこれからね、契約しようと考えている方であれば、ニューロ光はね、ONU って、他のね、光回線と、どこが違うのとね、思われたり、あと、ニューロ光はね、ONU は無料でレンタルできるけど、どの機種が来たらね、当たりなのかという点はね、非常にね、気になるんじゃないかなと思います。そこでね、こちらの動画では、実際にね、ニューロ光を事務所、あと自宅で2回線使っている私がね、こちらの ONU についてね、詳しく解説をしていきたいなと思います。なので、ニューロ光の ONU についてね、気になっていた方は、ぜひね、参考にしてみてください。そして私はですね、 YouTube 以外にもつよしウェブというブログでニューロ光に関する情報を発信しております。さらにね、詳しくニューロ光について知りたいという方はぜひね、ブログもチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画の内容なんですけれども、ニューロ光の ONU のメリット・デメリットについて、ニューロ光のレンタルできる ONU 全8機種について、私が使うニューロ光の ONU について、で最後ね、よくある質問として、ニューロ光の ONU は交換することができるのかについてね、お話をしていきたいなと思います。はい、早速ニューロ光の ONU のメリットデメリットについてですね。でまずね、メリットは1台で ONU と Wi-Fi ルーターが完結する点と、 Wi-Fi 機能がついているのに無料でね、レンタルできちゃうという点です。まずね、1台で完結するってね、どういうことってね、思われるかなと思うんですけれども、以前ね、私ソフトバンク光を使ってました。でソフトバンク光っていうのは、光コラボ回線っていうふうにね、言われるんですけれども、こういった NTT 系のコラボの光回線っていうのは、ONU に NTT の機器をレンタルして、で Wi-Fi ルーターっていうのはそのね、光回線からレンタルするか、または自分で用意するっていう形になります。なのでね、主に Wi-Fi を自宅で使うためには2台のね、機器が必要になるっていう感じです。それがニューロ光であれば1台で完結するっていうのがね、非常に大きなメリットかなと感じています。たかがね、1台と2台のね、差じゃんってね、思う方もいるかもしれないんですけど、これがね、結構ね、大きいかなと思っていて、なぜかっていうとね、この Wi-Fi ルーターと ONU 2台あると収納場所に困るというか、邪魔なんですよね。機器も2つだし、配線も2つ、コンセントも2つ必要とするので、タコ足配線を用意しなきゃいけないとか、そういったことの、ね、必要性も出てきたりとかするので、この点はね、私1台で完結してくれるっていうのはね、非常にね、大きなメリットだなと感じています。細かい点なのかもしれないけど、この点はね、結構いいポイントかなと個人的には思ってます。はい、続いて Wi-Fi 機能がついているのに無料という点ですね。で私はね、ソフトバンク光を使っていた時は Wi-Fi ルーターをレンタルしてたんですね。で有料で550円税込みぐらいだったかなと思います。こんな感じで多くのね、光回線っていうのは Wi-Fi ルーターをレンタルするのは普通ね、有料です。500円とか300円とか、それぐらいがね、相場かなと思います。それに対してニューロ光っていうのは ONU にね、 Wi-Fi 機能がついているにもかかわらず、レンタル費用はかからないというところはね、メリットかなと感じています。このおかげでね、月額料金を抑えれることになるので、こういった点から見てもニューロ光ってのはね、コスパのいい光回線だなと思ってます。続いてニューロ光のね、 ONU のデメリットなんですけれども、それはね、1点で Wi-Fi 機能をオフにできないという点です。今ね、 Wi-Fi 機能がついてることがね、メリットって言ったんですけれども、ただね、自前のルーター、ゲーミングルーターとかメッシュ Wi-Fi 化したいっていう人からすると、このね、 Wi-Fi 機能があって、さらにこの機能をオフにすることができないっていうことがデメリットになります。なぜかっていうと、ニューロ光の ONU に、自前のね、ルーターを、普通につないでしまいますと、二重ルーターというね、状態になってしまって、それによって通信速度が落ちたり、あとはね、通信の安定性が落ちるという可能性が出てきます。このね、一番の対策として、光回線側からね、提供されているホームゲートウェイ ONU の Wi-Fi 機能をオフにするというね、やり方があるっていうふうにね、言われてるんですけれども、このね、ニューロ光の ONU にはこの Wi-Fi 機能をオフにすることができないです。なので、そういったね、自前のルーターをニューロ光も使いたいとか、あとメッシュ Wi-Fi 化したいという方からすると、ちょっとね、この Wi-Fi 機能があるがゆえにね、デメリットになる可能性もあるといったところです。というのがね、ニューロ光の ONU のメリット・デメリット特徴になります。はい、続いてニューロ光のレンタルできるね、 ONU の全8機種についてお話をしていきます。
そしてニューロ光でレンタルできるね ONU については公式ホームページの方に記載があります。具体的にはねこちらですね。上からねこれ形が古い順に並んでるんですけれども、 F6080-4J、HG8045D、F6080-4549、FG4023B、NSD-G100T、SPG-200W、こちらのね8機種が、ニューロ光からね送られてくる可能性がある ONU になります。そしてニューロ光の ONU っていうのはもう先方からね送られてくるわけなんですけれども、どの機種 を使いたいとかそういった選択することはできないです。送られてきたやつをそのまま使うしかないというのが現状ですね。ただどのね ONU が当たりなのかっていうのも気になってる方もね多いんじゃないかなと思います。でこのね見るべきポイントっていうのは Wi-Fi のね対応規格を見てあげれば OK です。対応規格が新しいとよりね速度が出るので、よりねネットが快適になるというふうにね考えていただければ OK かなと思います。そしてニューロ光の無料でねレンタルできる ONU で一番いいグレードのもので Wi-Fi 5に対応しています。なのでこのね Wi-Fi 5に対応している機種が来たら当たりとね考えていいかなと思います。で具体的にニューロ光の ONU で Wi-Fi 5に対応している機種っていうのは SPG-200W、FG-4023B、F660、HG80459、こちらのね4機種になります。こちらの4機種についてはダウンロードで最大 1300Mbps、 アップロードで 1000Mbps というね速度が出るスペックになるので、まあ、この4機種が来たらまあねニューロ光の応援の中では当たりかなという考えでねいいかなと思います。逆に HG8045G、HG8045J、F660T、 こちらのね3機種についてはダウンロードで 400Mbps、 アップロードで 1000Mbps なのでね、まあ、ちょっとね劣ってしまうので、こちらの機種っておそらく今どうなんでしょうね、レンタル送られてくることまあないとは思うんですけれども、これらの機種が来たらサポートにね問い合わせをして、まあ、交換を希望に出した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、まあ、この機種よりはやっぱりね今ね無料でレンタルできる Wi-Fi 5のものをねレンタルする方が快適にねネットができるんじゃないかなと思うので、この4機種が来たら当たりと考えた方がね OK かなと思います。でニューロ光も実はね有料でね ONU をレンタルできるというねオプションがあります。それがこちらですね。でこのね ONU っていうのは Wi-Fi 6に対応していて、最大でね 4800Mbps という速度が出るというねルーターになっています。なのでよりね速度を求めたいっていう風にね考えてる方であれば、まあ、こういったねオプションで Wi-Fi 6対応のね ONU をレンタルするっていう方法もあるかなと思いますけれども、まあ、個人的に私は無料のねレンタルの ONU を使ってるので、まあ、正直それで十分かなと思いますけれども、まあ、そういったオプションもあるといった感じです。はい、続いて私が使うねニューロ光の、ONU ルーターについてですね。で私ね先ほども言った通りこちらの今いるね事務所戸建てなんですけれども、戸建てはニューロ光で、自宅アパートなんですけれども、アパートはニューロ光フォーマンションを契約しています。でこちらの戸建ての方は HG80459 をレンタルしていて、自宅はね F660A を使っています。そしてよくねネット上ではこのね HG80459 と F660A、 これねどっち当たりなのみたいなね結構記事とか、まあ、そういった情報が飛び交っていて、僕の調べた感じだとHG80459 はあんまりね評判は良くないケースが多いかなと思ってます。まあ、ただねこれはね個人個人のまあ環境とか意見なので、まあどこまでね参考になるかっていう話なんですけれども、私個人としてはね、まあ、使っていて、まあ、HG80459 と F660A のどっちも変わんないよなと思ってるのが正直な感想です。はい、まあ、実際にね80459と F660A のまあ速度比較を同じ時間帯にやってみました。はい、まずはね HG80459 のスピードテストです。測定方法はね Google のスピードテストで行っております。うん、こんな感じでね400超える感じですね。 Wi-Fi で接続してダウンロードで426、アップロードで 448Mbps です。
続いてね、F660A の ONU ですね。まあこんな感じでね、私はテレビの裏にね、こういった立てかけてね、収納してるって感じです。で、こちらもね、Google のスピードテストで行っていきます。まあ、こちらもね、400超えと、まあ、非常にね、速い速度をね、保っております。ダウンロードで449、アップロードで456Mbps です。まあ、こんな感じにね、HG80459 と F660A を比較してみてもね、まあ、正直私個人としてはそれほどね、使い勝手も通信速度もね、変わんないなって思ってるのが正直な感想です。まあ、強いて言うなら形がね、ちょっと、横長と縦長に分かれるんで、まあ、これはね、結構好みが分かれるかなと思います。 ONU なんてさ、正直その隠してね、収納するものなので、そういった収納のしやすさでいうとね、個人的にはこの F660A の方がね、収納しやすいんじゃないかなと思います。縦型だね、隙間とかに入るから、まあ、こういった収納面を考えるとね、 F660A の方がね、いいんじゃないかなと思います。ただ同時接続数っていうのは HG80459 の方がね、多い32台かな、接続できるっていうふうに言われていて、 F660A は同時接続台数が10台っていうふうに言われているので、まあ、そういった点もね、違いはあるんですけれども、まあ、個人的にはその点も考慮してもね、あまりこの2台で優劣はつかないんじゃないかなと思ってます。まあこれはあくまでもね、個人の感想なんで、もしなんかね、この HG80459 と F660A 使っていて、まあ、ここが違うみたいのがあったらね、ぜひね、詳しく教えていただきたいなと思うので、コメント欄からね、ぜひ教えてください。はい、私は個人としてはね、まあ、そんな違いはないかなと思っている感じです。はい、最後、よくある質問で、ニューロ100円の ONU は交換可能なのかについてですね。で、結論を言っちゃうと、交換は可能です。で、実際にね、サポートにね、問い合わせてみました。まあ、するとね、初期不良などの特定の条件、当てはまる場合のみ ONU の交換を受け付けております。また、ONU の機種のね、指定はできない。というふうなね、回答をいただきました。まあ、ただね、なんだろうな、ネットの情報を見てると、故障とかしなくてもね、交換してもらっている人は結構多いです。まあ、速度が遅くなったっていうね、理由でも交換してもらっている人がいたり、あとはさっきも言った、Wi-Fi5 に対応してない古い機種を使ってるから新しい機種にね、交換してくれっていうので交換してる人もいたし、あと僕が見た中でね、横置きの ONU だったら収納に困るから縦置きに変えてほしいってね、もうこれもろ HG80459 から F660A に変えてくれっていう意味なんですけれども、そういった言い口でね、変えてる方もいたり、結構ね、様々なんで、なんだろうな、結構そこは曖昧なのかなと思いました。ネット情報をね、見ていて。なのであまりね、そこはね、難しく考えなくていいかなと思うので、もしね、さっき言った F660T8045J あと D ね、こちらの3機種、古い3機種を使っている方は Wi-Fi5 にね、対応している機種にね、交換してもらうことがね、おすすめかなっていう感じです。さっきもね、言った通り、個人的には Wi-Fi5 に対応しているね、4機種であればね、まあ、問題はないかなと思いますので、古い機種を使ってるなら新しい機種にね、変えてもらうぐらいでね、個人的にはいいんじゃないかなと思います。はい、というのがね、ニューロ光の ONU ルーターについてでした。やっぱりね、ニューロ光のね、 ONU っていうのは無料でね、レンタルできるし、 ONU と Wi-Fi ルーターが1台でね、完結するっていうのはね、まあ、非常にね、大きなメリットかなと思います。で、あとね、無料でレンタルできるルーターにはね、 Wi-Fi の対応規格っていうのがちょっとね、バラバラになってますので、まあ、そのあたりはね、チェックして、もしね、古い機種、古い ONU が来たら、それはね、ちょっとね、交換の、対象にした方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ただね、さっきも言った通りに、私がね、使っているこの HG80459 と F660A は両方ともね、 Wi-Fi5 に対応していて、まあ、どっちがいいってね、私個人としては判断がつかない、まあ、どっちも同じなんじゃないのっていうふうにね、現状思っているので、まあ、そのあたりはね、あまり気にしなくていいんじゃないかなと私はね、思っております。はい、ということで、ニューロ光の ONU ルーターについては以上です。ということで、今回の動画は以上になります。もしね、こちらの動画良いと感じてきましたら、グッドボタン、またはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして私はですね、 YouTube 以外でも強しウェブというブログでニューロ光に関する情報をね、発信しております。さらにね、詳しくテキストで知りたいという方は、ぜひね、ブログもチェックしてみてください。またこちらの動画のご意見感想などがありましたら、コメント欄から教えていただけると嬉しいです。さらに私は Twitter、Instagram、
もやっております。ぜひね SNS もお気軽にフォローいただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。